今日は竹下通りにやってきました。やってきました。美味しいんでしょ。キャンディーアップル、マジ神だから。やばい、ね、めっちゃ美味しい。せーの、よーすき。こんにちは、田中美久です。こんにちは、北島の関です。はい、今日は竹下通りにやってきました。やってきました。イエーイ。竹下通りデートです。はい、何したいとかあります？あそこ行きたい、あの美咲の行きたいとこ、キャンディーアップル。キャンディーアップルね、探そう。いいね、早速レッツゴー。レッツゴー。竹下通りあんまり来ないからさ。あんま来へん。美久も最近来てないかも。どこに何があるかね。え、美味しいんでしょ。キャンディーアップル、マジ神だから。一回くらいしか食べたことないから味覚えてんの。え、マジで。うん、え、言ってたやん、ずっと美味しいって。で、京都にもあるんよ。あ、そうなんできたけど、いつも人並んでて行ってない。意外といろいろあるんだね。あるね。え、あった。これ何。あったあった。あるよ。早っ。キャンディーアップル行く。行こう行こう。キャンディーアップル行きます。行きます、キャンディーアップルに。ね、え、ちなみに、うん、おすすめはシナモンシュガー。おお、え、美味しそう。シナモンシュガーってどれ？あ、ここにない。あ、あれか、これか。そう、個人的にはこの、うん、切られてるやつとさ、丸々のやつ2つあるやん。うん、これ切られてるやつの方が食べやすくて、うん、食べやすいね。シナモンシュガー買おう。シナモンシュガー買おうか。うん、頂戴します。シナモンシュガーのカットの方。カットでかしこまりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ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 、はい、ででーん、ででーん、じゃーん、買いました。シナモンシュガー味、おすすめのシナモンシュガーです。美咲おすすめ。いただきます。はい、どうですか。え、やばいよね。え、めっちゃ美味しい。これやばくね、マジで。めっちゃシナモンの味、大好き。うん、うん、うん、いいですか、僕ももらって。ごめん。もう優勝。どうですか？優勝です。おいしい。うん。食べちゃって、たくさん。はい。でかすぎた。ちょっと、ちょっといろんなお店ありすぎて。ね。なんかある行きたい場所。ちょっと今、僕のキャンディーアップルだったから、次、ミクの好きな行きたい場所は。ミクもここ行ってみたかったね。あ、マジ？あの、美咲が美味しいって言ってたから、どんな味か食べてみたかった。まあでも、さ、一回ね、端っこまで行ってから、あれ住めればいいからね。そうそうそう、全部見てみて。確かに。端っこまで来たから、端っこまで来たから、もう一周、こっち、くるってして、良さそうなお店に。今、探してたからね。ね。いい感じのお店、行こう。行こう。レッツゴー。プリ取りたい。プリントシールいいんじゃない？ね。プリ。めぐみさんまだね、実はね。え、撮ったことあるけど。公開してない。公開してないんですよ。そう、プリ取っていきたいと思います。何で取ろう？でかくない？でも最大だって。男性1名様で入店禁止だって。そんなんある？美咲一人じゃ来れへん。本当じゃ。え、こっちとこっち違うの？全部見る。全部見る。どれがいいの？これ、これやりたい。それ？え、嘘。何何何？押してや。やりたいやつにしようよ。腰の角度気持ちそう。ね、もっと上げれるのかな。校舎側。あ、前のポーズなんだ。タピース。笑っちゃったよ。笑っちゃダメなの。いや、うん、じゃあ、ミクが個人的に嫌なだけ。あ、そういうこと。いや、誰につくの。オッケー。じゃーん。はい、撮れました。撮れました。これは見えるかな。何のポーズしてるんでしょう。いいね、ハートのポーズした。こんな感じ。撮れました。いい。いいね、初公開プリクラだね。初公開で、ね。撮ったことあるけど、ね。撮ったことあるけどね。じゃあさっき歩いてたところでさ、うん、でっかいあの虹色ターメン、うん、あったから。ね、あ、大きいよね。気になるやん。気になる。そこに行こう。行こう。え、どんぐらいなんかね。え、分からん。顔隠れるぐらい？でかすぎちゃうそれ。あ、でかいか。そんなでかいんかな。え、分からん。こんなもん。こんくらいか。まあ、みくちゃん小顔だからな。わたあめってさ、あ、あれじゃ食べる？あれ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 、あれ、ほん、え、結構写真はでかくない？え、顔より大きいんじゃん、ね、行こう行こう。すごい、すごい、すごい匂いが、すごいいい匂い。原宿レインボーわたあめ、はい、ありがとうで、1000円です。はい、はい、45センチやった。でっか。絶対顔よりあるんじゃない？え、すごい、目の前で作ってくれるんじゃん。ここ、え、めっちゃカラフルなのいっぱいあるんやけど、めっちゃ綺麗。ここの色好き。めっちゃ綺麗やん。綺麗。でかっ。え、すごい。人が高くて時計が吸い取れる。
はい、ありがとうございます。風でやばい、この風で買いました。やばい、カメラ入りきらないくらい横並んでもさ、顔より圧倒的に大きいんだけど。やばいね、やばい。食べながらちょっと ね、泊まれるところって泊まって ね、探して、ね、食べよう。いいよ、どうぞ。落ちてるな、めっちゃ。そう、え、いいですか。いいで、どうぞ。紫からすごい、こんなん夢やんな、みんなの。いただきます。はい、え、美味しい、うん、うまい。どう、うん、美味しい。他の味食べてないから違うかもわからんけど、確かにブドウかなっぽいね。ね、ぶどうっぽい味する。おいしい。え、他、ちょ、他の味食べてみてよ。なにこれ、黄色。次黄色、黄色かな。いや、でかすぎてさ、沈んでく、どんどん。で、緑や。やばい、わからんな。ちょっと待って、わからん、わからん。では、味違う。うん、違う、違う甘さがある。緑、ここらへんか。うん、え、うまい。違うよ、ね、メロンじゃん。メロン、え、メロンじゃん。嘘、メロン好きやけん、メロンの味せんで。メロンか。え、ちょっとオレンジ食べたい。あ、オレンジの味する。オレンジ、うん、する。ピンクはイチゴ。うん、イチゴの味する。イチゴか。え、すげえ。どう、え、イチゴやね。え、夏にさ、夏祭りとか行って食べたいね。うん、もうすぐ竹下通り、もう歩ききる。一回歩ききったか。もうゴールだね。ゴールだよ、ゴール、うん、ゴールに向かって歩いていきましょう。でかっ、うん、マジでかいじゃん。食べて、結構食べたよね。なくならよね、全然、うん、ここだけなんかさ食べたい、口みたいになってる。真ん中の色まで到達してるけど、ね、周りが全然ね、行ってないな。行ってない。ということで、竹下通りゴールしました、はい。ということで、今回はみくみさんの竹下通りカップルの様子をお届けしました。竹下通りカップルは変です。竹下通り、ね、カップルでのデートをお届けしました。ちょっとマイペースすぎて ね、食べたけど楽しかったです。ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、高評価、コメント、コメントお願いします。バイバイ。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。今日好きな最新情報はこちらから。バイバイ。また見てね。